はいどうも、サンドの飯より前浜大好き KD チャンネルの K です。今日も楽しくやっていきましょう。よろしくお願いします。はい、ということで先日9月に入ってハロウィン入ったんですが、先日9月5日にワンマンズドリーム2フォーエバーのグッズが出て、本日なんと同じワンマンズドリーム2のミッキーたちの実写のグッズのデザインが今日販売されたので、本日はこちら、またまたちょっと大量買いしてしまったので、本日はイマジニングザマジックのワンマンズドリームのグッズの購入品紹介の動画をご紹介していこうと思います。まず1点目に買ったのはワンマンズドリームのオープニングのシーンが再現されているウォッシュタオルを購入してみました。広げてみた感じがこんな感じで四角形のウォッシュタオルになっていて、触った感じがツヤがちょっと出ているマイクロファイバーだと思う、マイクロファイバーに近い素材を使っているような感じがします。そして今回のウォッシュタオルのメインアートがワンマンズドリーム2の冒頭に出てくるモノクロのミッキーとミニーちゃんとはちょっと違って、オフショットカラーのミッキーとミニーちゃんが、まあ、色のついたお花に鼻と鼻にチューをしているデザインになっています。モノクロシーンでミニーちゃんがミッキーにチューをするんだけど、イマジニングザマジックなのでオフショットな感じのシーンをワンマンズドリームを見立ててるようなデザインだったので、今回このウォッシュタオルを購入してみました。めちゃくちゃ可愛い。そしてロスリソー。続いて買ったグッズは東京ディズニーリゾートでは珍しいグッズだったので今回購入してみました。ワンマンズドリーム実写のミッキーたちのうちわを今回購入してみました。デザインが8種類あって、ミッキーとドナルドとミニーちゃんの3種類を今回購入してみました。表面はキャラクター1体ずつのデザインだけど、裏面はもう一緒になっていてビッグエイトのデザインになっています。僕が実物を見て思った感想は、うちわって書いてあって小さいのかなって思ったら思ったよりサイズが大きくて、まあ、腕の握った感じが1つ分2つ分ぐらいあって、これはもう普通のダッフィーのトートバッグなんだけど、内輪が大きすぎて取っ手がもう見えてる状態、取っ手が入りきらないくらい大きいサイズの内輪になっています。僕はこれはもうショーとかでは使わないで、もうミッキーとかのここサインとかもらって保存用で取っておこうかなと思っています。続いて買ったのは僕がイマジニングザマジックで一番欲しかったグッズです。キャラクターが全身に写っているクリアフォルダーを今回購入してみました。ということで今回僕一押しのワンマンズドリームのクリアフォルダー5枚セットです。もうシャイニングのミッキーが全体に写ってたり、裏面はミニーちゃん、ドナルドが頂点って感じですね。僕が一番だじょうってやっています。で反対側はデイジーとかもうグービーも全体ず、もうなんかこういう写真見てるとさ、ワンマンズドリームのシーンを思い出しちゃいますよね。チップとデールとか、あとは僕からの目線からみんなが目線くれてたりするこの写真もいいし、あとはもうここだよね、ワンマンズドリームのステージで集合してる白雪姫とかいろんなキャラクターがこのシーンも大好きなので、もうクリアフォルダーは毎回欠かさず買っちゃうので今回も購入しちゃいました。これやばいよね、ミッキーとミニーちゃん、しかも1個ずつ取り出せるのがいいよね。でドナルド、デイジーにグーフィーに、自分たちで撮るのもいいんだけど、このサイズとこの大きさってなかなかないから、しかもビッグエイト全て綺麗になってる状態で手に入ったりね、チップとかもジャンプしてるし、デールもジャンプしてるし、あとはや何よりこのオフショットのイラストがいいよね。デザインと反対側もだけど、ワンマンズドリームの最後のシーンが再現されてるというか、まあ手振ってるけどね、ちょっとオフショット集な感じがとてもして良かったので、
しかもこれクリアフォルダー僕結構集めるの好きで5枚って書いてあるもんね。1,2,3,4,5 の5枚の10種類デザインが入っていて、僕はキャラクタービッグエイトのところに会いに行ってサインをもらったらまた封を閉じて保存しときたいなと思っています。続いて買ったのはワンマンズドリームのフィナーレのシーンが再現されてあるフェイスタオルロングを購入してみました。お値段がちょっと高めなんだけど3700円で、見てやばくないこれ。ワンマンズドリーム最後のシーンがステージとキャラクターたちが全部出てきてるのがフェイスタオルのデザインになっています。触った感じはウォッシュタオルと一緒のようなちょっとツヤがあるデザインで、もうワンマンズドリームが終わりに近づいてるから、まあこんな感じで巻きながら見るのもいいんじゃない。巻きながら見るのもいいし、あとはちょっと上にはいってるんだけど、こんな感じでタオルを広げて壁にかけたり使うのもいいかなと思って今回購入してみました。続いて買ったのは使うのをためらってしまうぐらい可愛かった商品です。今回イマジニングザマジックが巾着になっていたので購入してみました。表面がワンマンズドリーム2フィナーレのミッキーとミニーちゃんで、裏面がドナルドとデイジーのデザインになっています。通常の巾着が800円で、今回のイマジニングザマジックの巾着が900円なので、通常より100円高い金額になっていました。紐の部分も黒と金色でワンマンズドリームをイメージしている紐になっていたり、巾着の側面にワンマンズドリームのタイトルの文字も入っています。これも保存用、まあコレクション用ですよね。使用しないまま取っておこうかなと思っています。そして続いて最後の雑貨のグッズなんですけど、これは店内で実物見て、お、いいなと思ったので、今回購入してみました。ワンマンズドリームのオフショットが散りばめられている A3 サイズの写真を今回購入してみました。今回は写真を購入してみました。もうこれやっぱいいよね。写真がそれぞれミッキーとミニーちゃんとかモノクロからスタートシーンからフィナーレのオフショットと途中のハリウッドのシーンの再現とか、もうここのオフショットとビッグファイブがショーベースで何年もやってきたのを振り返ってるような感じのデザインになってるので、もういろんな写真が思いが詰まりすぎてたので今回購入してみました。このさ、オープニングのミニーちゃんから見た目線のミッキーとか、次の写真ミッキーから見たミニーちゃんの目線の写真とかだったり、もうどれもいいよね。写真が2枚目のここなんてワンマンズドリームフィナーレのシーンで、グーフィーこんなポーズしない、ドナデジこんなポーズしない、ミッキーミニーちゃんに照れてるこんなポーズしないとか、あのプロが撮った写真にワンマンズドリームでは見れないシーンが散りばめられてるのがとてもいいなと思ったので、今回ちょっと2500円で高かったんですけど購入してみました。最後に雑貨は全部紹介したんだけど、今回お菓子も出ていたのでワンマンズドリームのクッキーもご紹介しようと思います。缶の表面にビッグエイトがデザインされているワンマンズドリームのクッキーを今回購入してみました。側面にもワンマンズドリームのシーンが写真撮影されてあったので今回購入してみました。わあ、シャイニングの後ろ姿かっこいい。それでは中開けていきます。中は、お、なんか包み紙が入っていて、袋が一枚一枚クッキーの個包装の袋まで写真のデザインを使っています。これ開けられないやん。ないようなデザインあるじゃん、こことかに。え、これやば。なんでこれデザインしなかったの。このデザインやばくないですか。ミッキーから見たミニーちゃんの目線とか、ミニーちゃんから見たミッキーの目線とか、これは確か上は画像で出てたね。
で、ワンマンズドリーム最後のシーンの後ろ姿までデザインされてるのも、クッキーの個包装でデザインされています。ちょっとこの2つは開けられないぞ。クッキー自体は16個なんだけど、ミッキーの後ろ姿は3つデザインされてた袋あったので、これを開けていこうと思います。綺麗に開きたいね、これ。開くの？綺麗に。ちょっと綺麗に開けてみます。開くかな？あー、破けちゃった。デザインはミッキーシェイプになってる。それでは、いただきます。美味しいかな？うん、バターだね。そんなに甘くない。いや、甘いな、ちょっと。うん、牛乳が欲しくなるね。食べた瞬間に口の中にバターが広がっている感じがします。美味しいです。個包装で16個入っているけど、友達にあげる用じゃないよね。これ完全に自分のお土産用な感じが僕はします。はい、ということで、以上、今回僕が買った9月13日販売のワンマンズドリーム2イマジニングザマジックのグッズの購入品紹介の動画でした。もうね、グッズの店内見ただけで、うわぁ、やばい、これどれ買おうかって悩んだんだけど、店内見て一番良かったのは、このプリントプロが撮った写真のデザインがたくさん写真があった A3 サイズのこの写真が僕は一番お気に入りなのと、2番目なんだろうな。2番目はクリアホルダー。さっきも言ったようにキャラクターグリーティングでサインみんなの分、ワンマンズドリームもう終わっちゃうねとかって話のネタになったりとか、あとはあのワンマンズドリームフォーエバーで僕シルエットのビッグセブンじゃなくてビッグエイトというかプルートが出てなかった写真のウォッシュタオルがあったんだけど、今回こっちのウォッシュタオルの方が実写だったので、あっちは購入やめて、もうこれは買いたかったなと思ったので、こちらを購入してみました。ワンマンズドリームがもう12月13日に終わってしまうので、よかったらエンポーリアムプラネット M の2店舗で展開してるので、よかったらチェックしてみてください。僕もあと2ヶ月しかないので、ワンマンズドリーム12月13日までたくさん見れたらなと思っています。それでは次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画良かったなと思った方、グッドボタン、よかったらチャンネル登録のボタンお願いします。Twitter と Instagram 概要欄にあるので、よかったらフォローお待ちしております。それでは、バイバーイ。どうせんだろ。ワンマンズイ、違う。ミッキー、ミッキー、ジャジャ、ジャジャ。